はい、皆さんこんにちは、隊長です。ちょっと今回は皆様にご報告があって動画を回します。レスキューハウスというのはね、助かる命を助けるために、まあありとあらゆる危険から皆さんの命と大切な人の命を守るために防災の発信をしてきました。これまで日本の防災っていうのがね、本当に地震にしかフォーカス当てられてなくて、もう僕は消防士っていう職業を経験して、防災っていうのは本当に地震だけじゃないなって、もう地震ももちろんそうなんですけど、台風から命を守るっていうことも防災だし、交通事故から自分の命を守る、大切な人の命を守るっていうのも防災だし、急病ですよね、突発的な病気、予期せぬ病気から自分の命、大切な人の命を守るっていうのも防災です。この活動をしてもう4年になるんだけど、その1、2年前ぐらいからやっぱ死にたいっていう、もう SOS が入るようになってきたんですよ。なんでこの SOS が入ってきたかというと、まあそれこそいじめ問題であったりとか、障害や病を理解されない方が多かったと。でその中の、いろんな方のお話を聞くと、なんか自分なんか生きてる価値ないとか、生まれてこなければよかったとか、自分なんか存在意義がないとか、本当にありとあらゆる SOS が届きました。それをね、やっぱレスキューハウスとなると、もう僕の時間っていうのは圧倒的に足りなくて、本当にほとんどの方を、見て見ぬふりをしてる期間があったんですよね。これをどうにかできないかっていうところから、レスキューハウスが就労継続支援っていう事業を始めました。で、まあ、始めたきっかけの動画とか見てもらったら分かるんですけど、まあ、僕の兄もね、障害を持ってて、生きづらさっていうところを感じたりとか、いじめ問題もあったりとか、まあ、そんな中で、先に両親が亡くなってしまった時に、兄がどうやって過ごしていくんだろうとか、過ごしやすい社会って何かないかなっていう話を、まあ、家族間でしてたんですけど、まあ、それを一つの事業としてやっていこうっていうところプラスアルファ、まあ、レスキューハウスが、本当に多くの方々からの、まあ、SOS があったので、この障害者総合支援法という法律のもと、皆さんに何か手を差し伸べる、もしくは背中を押せる力になることができないかっていうところから、まあ、就労支援を始めましたと。それがね、本日長くなったんですけれど、7月1日をもって、無事1周年を迎えることができました。はい、ありがとうございます。で、本当に簡単な仕事ではなくて、生きるか死ぬかっていう瀬戸際であったりとか、自分の苦手なこととか得意なこととか、コミュニケーションの問題であったりとか、いろいろな問題があった中で、まあ、この1年間やってきてすごく感じるのが、まあ、障害とか病を持ってるとか、まあ、本当にそういうのも関係なく、一人一人がもう真剣に真面目で、頑張って生きてる方々がすごく多いなっていうのは感じました。で、まあ、けどね、ここまで皆さん人生過ごす中で、やっぱり嫌なことがあったりとか、どうしても乗り越えられない壁が出てきたりとか、そんな時にね、もう自分を閉ざしてしまう、自分を傷つけてしまうっていう方々が多くいてるなっていう感じたのと、まあ、それをどうやって自分たちの目標達成に向けて支援していくのかっていうところで、本当にね、いろいろありましたが、ここまで来れたのも、まあ、レスキューハウスっていうメディアで、皆さんが、応援してくれてる、皆さんがいるから、まあ、ここまで来れたんだろうなって、感じてます。なので今回はね、お礼の動画っていう形です。本当にありがとうございます。で、実際にそのレスキューハウスのメンバーさんと関わってみて、どう感じてる？レスキューハウスに通所されている方は、もともとコミュニケーションとか全然取れない方っていうふうにお話聞いてたんですけど、まあ、どんどん通っていただくうちに、もう今じゃスタッフも、もちろん他のご利用者さんとも笑いながら、そうやね、作業を黙々とできるようになってきたもんね、はい、うん、それは本当にそうやと思う。初めに僕、あの人、まあ、メンバーさんでやったのも、もう規制を発してるとか、誰も、この人と話すことができない、だからちょっとレスキューハウスどうにかできないかっていう紹介やってる。で、俺はその言ったらもう何回も足運んで家通って、僕隊長っていう名前ですみたいな感じから入っておうおうみたいな感じから入って、こんだけ今全員と喋れるようになってるやんか、はい、で1ヶ月に、1回の通所から、今はもう1ヶ月に4回5回とかの通所になって、はい、どんどんステップアップして、でコミュニティにも入って、すごくね、楽しく仕事作業ができてるんじゃないかなとは聞いてて思うよね、本人に。はい、はい、
あとはレスキューハウスの利用を得て就職された方、うん、されたメンバーさんも、うん、そうやね、ほんまにすごいよね、はい、半年間の利用かな、約してもらって、まあ、就職できたと、うんうん、で今でも続いてて、もう結構コミュニケーションも取れてんねんけど、なんかすごいよね。その方ってまあ、動画でもちらっと見たことある方多いんじゃないかなと思うけど、やっぱり自殺っていうところがすごい頭の片隅、もう真横かなぐらいにあって、コミュニケーションもしんどい時にしんどいっていうことが言えなくて、もう自分にバッて閉ざしてしまって、うんね、命を絶つっていう選択を取ったこともあるんですけど、まあ、そんな、メンバーさんがね、乗り越えて、まあ、乗り越えたというか向き合いながらうまくそれが作業の毎日習慣化になって、自分がしんどい時でもそれを共に歩けるような形を見つけることができたって言ってくれてね、今日もさっきのさっきまで打ち合わせしてたんだけど、うん、ありがたいなって思う。なんか就職できたのはすごいなって思うけど、まあ、その人の考え方とか価値観に触れることができて、まあ、それを僕たちも支援させてもらったっていうところですごい、うん、いい経験させてもらったなと思うね。とメンバーさんはしっかりとこういう自分になりたいっていう目標を持って就職に向けて皆さん頑張っている方々なので、うんうん、そうやね。関東メンバーなんかもう IT めっちゃすごいもんね。そうですね。もともと HTML って言ってワードプレスも触れるメンバーさんもいれば、ホームページ作れるってことね、うん、でウェブのブログ関係を作ってた方もいて、でそこからインスタグラムとか今は動画編集っていうところに従事して、もうすごいよ。で、まあ、その方もね、ありがたいことにもう自分のできる選択肢がめっちゃ増えてきたっていうところから、もう就職をね、もう間近に控えてるっていうところで、そりゃ企業欲しがるよねって、ああいうマーケティングもすごいやん、物事の考え方、リサーチの仕方、なんかちょっとこうやこうですよって教えたら、それが1がもう自分で2、3とかにできる方もいらっしゃったりね、うん、でそれがすごいかっていうと、まあすごいねんけど、それができないとレスキューハウスに入れないかっていうと、そうじゃない、そうじゃない人も普通におりやんか、はい、そうですね、うん、けど、まあ、それがいい相乗効果生まれてるなっていうのはすごい感じてる、うん、本当ありがたいよね。なんか僕たちがなんか支援させてもらってる中で気づかされること、はい、すごく多いなって。今はもう IT 関係とかパソコン作業すごく多いよね、在宅で。多いですね。ワード、エクセル触ってもらいますっていうところとかね、はい、うん、あとは乳児院、孤児院に対してね、県立の子ども支援センター課と連携取って支援の業務の一部ね、補助をさせてもらったりとか、すごいいい経験をこの1年させてもらいました。本当にありがとうございます。今後、うん、レスキューハウスの就労支援としてどういうことを目指していきたいですかね、うん、まあ、目指していきたいというか、もう確実に入っていく作業の一環とすると、安心安全な街づくりに貢献していこうかなと。ただの貢献ではなく、それを仕事としてやっていこうかなと思っているのが、はい、やっぱレスキューハウスって火事、地震とか、まあ、いろんな危険から命を守るということやんか、はい、それを、障害とか病を抱えている人たちと一緒に安心安全な建物を構築していこう、管理していこうっていうところで、防火防災管理業務を始めていく。もうそれも今大阪だけでも30棟、もう管理決定してて、はい、障害病持ってても一緒に、まあ、防火防災の管理事業を始めていくと、うん、それを外に出る施設外就労であったりとか、まあ、それをね、在宅にいる関東メンバーに、在宅にいるパソコン触れる部隊と実動部隊とで、もうバーって管理事務っていうのを進めていこうかなって。めっちゃ難しそうに聞こえるかもしれないけど、やっぱ僕の消防の経験とかそういうのをね、皆さんの仕組み化でボンと落とし込んで、まあ、それを一つ一つの作業の分担化で全員で皆さんのね、安心安全な日本の街づくりの一つを担っていきたいなと思って、まあ、それがもう間もなく開始っていうことなんでね、はい、1年をもって、スタートできるかなと思います。なので、まあ、そういった安心安全にどん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 レスキューハウスが入っていこうかな。でそれも初めに戻るで、やっぱり自分なんか生きてる価値がなかったとか、生きる価値なんかなかったであったりとか、存在意義がないとか、誰の役にも立てないとか、自分なんか迷惑だとか、なんかそうやって思われてる方多いんだけど、もうそれははっきり証明したい。そんなことはないと、うん、皆さん生きてる価値もあるし、存在意義もあると。それを、まあ、自分の命とか自分を大切にできないなら、周りの人を守って、幸せにしていきませんかっていうところとか、
貢献していく力の一助になってもらえませんかっていうところがリスキャースの、まあ、就労支援ですと、はい、なので、まあ、引き続き頑張っていこうかなと思います。はい、でレスキャースの就労支援っていうのはね、今関西だと大阪、兵庫、京都、和歌山、奈良、岡山、あとは関東だと東京、神奈川、千葉、静岡でね、それぐらいねが実績として、まあ、メンバーさんがいるっていう、こう本当に全国各地にメンバーさんがいるので、この定期ズームをねやって、みんなズームでの意見交換とかして、すごくいい環境をなんじゃないかなっていう声がすごく上がってるので、ありがたいねっていう、まあ、それは続けていこうかなと思います。はい、ということでね、今回はちょっと地震っていう形ではないんですけど、改めて皆さんに、まあ、レスキューハウスがそもそもなんで成り立ってるのかっていうと、こうやって動画を見てくれてる、応援してくれてる皆さんがいるっていうことなんで、本当にありがとうございました。引き続きレスキューハウスをよろしくお願いします。助かる命を助けるために。隊長、おい、レスキューハウスの就労継続支援について教えてください。いいよ、何について知りたい？どういった方が対象なんですか？対象となる人は障害や病を抱えている方で、生きづらさや働きづらさを感じている人やで。それって家から出ない人でも行けるんですか？今はね、在宅ワークって言って自分のお家でできる作業っていうのがあるから、それでも OK。 対象者って大阪に住まわれてる方限定ですか？うん、大阪の方だけじゃないよ、関西と関東でも募集してます。興味ある人ってどうすればいいですか？興味ある方は会社のメールにまずはご連絡ください。その後僕とオンラインズームするから、よろしく。